こんにちは、速稼塾の久保です。今日は5月30日、朝6時の相場解説になります。週が明けましたんで、週足から見ていきますけども、 FX オリガルヒのこともありますんで、今日はね、しっかりと分かりやすく伝えてお伝えしていきますんで、私はこのね、分かりやすさと、それからサポートの細かさ、ここで徹底的にですね、FX オリガルヒで持ち味を出していこうかと思います。まずはこちらの画面をご覧いただければと思います。どうぞ。はい、週足なんですけども、週足はもうね、ご覧になって分かるように高値圏で折り返しを迎えましたね。で、こっから下落トレンドが始まると予想されますけども、ちょっと待ってくださいね。下髭が出てるでしょ、いずれも。で、上髭は短くなっていってるでしょ。つまりは下への圧力がだんだんなくなってきたっていうふうに読み取らないといけないんですよ、ここは。よろしいですかね。上にぐーっといってる時はいいんですよ。でも下に向かった時に、下の勢いってそんなにあるかな、どうだろうかっていうふうに感じるんですよ。その時に下の髭が出てるってことは、下に向かってる圧力が弱まってるってこと、それから上から押すための上髭、これが短くなってるってことは、上からの押す力が弱くなってること、つまりはこの下落の流れって4週間目たる今週はもしかしたらね、陰線にならないかもしれないんですよ。でもサンバーガラスというように、このテクニカルトレード、坂田五本の中では、黒が3本出たら下への方向性を疑わなくちゃいけないんですよね。強い確率で下に行くよってことなんですよ。でもヒゲが出てくると、ヒゲの解釈が分かると、見方が変わってくるってことなんですよ。よろしいですかね。じゃあそれを踏まえた上でデイリーの方を見ていきます。一日足です。一日足は以前からお話したように、このレンジをブレイクしてね、上の方に伸びて、押し目を作ってもう一本いったと。次の押し目を作るかと思ったら、この押し目っていうのが高値圏での下落の兆候を出しているヘッド&ショルダーのように見えるし、高値圏での反転にも見えるというところですよね。で、そのことをちょっと前お話したのが、このヘッド&ショルダーっていうのは上が台形になっている。ね、台形になった形でのヘッド&ショルダーっていうのはあり得るんですよってことを話しましたね。まあでも本当はここはとんがりコーンになって、本当のヘッド&ショルダーだと高値圏での下落っていうのが見えるんですけども、どうも単純な高値圏からの下落ではないなってことが、先ほどのヒゲの例でも、今回の頭がこういうふうにね、台形になってるところでも分かるんじゃないかなと。引いて言えば、ここダブルトップですからね。ダブルトップ、ヒゲ先のダブルトップです。同じところで131円の230のこの切り板のところでダブルトップをヒゲで書いてるでしょ。で、そっからダブルトップなんで下落が始まるっていうふうに考えたら、あれ、これ下落始まってるじゃないですか。ただこの下落はそんなに勢いとエネルギーは下に向かってないよっていうのが読み取れるのが次でわかります。4時間ですね。どうでしょうか。どこでわかるかってことは、この山なんですよ。この山の大きさ。あれ、すいません。はい。この山の大きさがまずありますね。次の山はこれですね。次の山はこれですかね。どんどん小さくなってるでしょ。だから、下に向かう勢いっていうのが、だんだん落ちているっていうふうに、4時間で見えるんですよ。よしですかね。で、1時間ではそれが決定的になります。1時間を見ると、これ分かります、私が何言おうとしてるか。収束なんですよ。収束ね。収束っていうのは、だんだんとこっち向かって三角形を描いてるよねということです。こっから落としてきてもいいですよね。だんだんペナントになってきてるっていうふうに見えるんですよ。じゃあ収束の後は何が起こるかっていうと、バツンと上か下に跳ねるわけでしょ。だからこれが今までの日足、週足か、週足で見てきたヒゲのことと、それから日足のダブルトップ、もしくはヘッド&ショルダー高値圏っていうのを組み合わせていくと、決断は出ませんけども、これは上の方に行くんではないかなっていうふうに1時間では判断できるんですよね。もちろん同じぐらい下に行く根拠もあるんですよ。だから悩ましいんで、月曜日はそこを確認していきましょうってことになるわけですよ。よろしいですかね。ここまで細かく具体的に
おかしな専門用語を用いずに話せば分かっていくと思います。もちろん受け取る力がなければ分からないかもしれませんので、私が細分化した中でもわけの分かんない言葉が出てきたら、ちゃんとそれをね、自分で調べるとか、あ、覚えてなかったなっていうふうに感じるとか、それからどうしても分からなければ私の方にメッセージで質問するとかっていうふうにして、 FX オリガルヒは日々進めていってくださいね。必ず一個ずつ解決できていきます。それじゃあ本日は以上です。 FX オリガルヒにまつわる、5月31日夜9時から21時からのストーンさんとの株スクール対談、こちらの方も楽しみに。株スクール対談が終わるか終わらないか、最後のところでね、 FX オリガルヒのことをちょっと話させてもらいますんで、よろしくお願いします。